皆さんこんにちは、ローリーワンです。41を説明しながら取り切りします。ご覧ください。まずこのブレイクボールを入れて、手玉をこのトップのこの4番の9番に当てます。2番入れて、このラインで13とか9番の間に当てます。で今配置がいいので、あのブレイクボールを決めたいと思います。14番、4番入れて、ワンクッション入れて、上がってきて、次、5番に取り入れていきます。5番はちょっと引いて、次、1番。ストーブして、次12番、12番の次10番、10番の次何番でしょう、こうきて次7番。13番、6番、手玉ワンクッション入れて、上がって、こう感じ。6番で手玉ワンクッション、ひねり入れて、大体このセンタースポットの方に持ってきます。3番入れて、この1回クッションに入れて、上がってきて、このグリーンで8番、キーボールですね。そしたら、手玉、このセンタースポートに持っていきたいです。この感じで1球ずつしっかり決めてステイでしていければ、ちゃんとポジションもうまくなるし、楽しいのフォーディーはできます。